どうも、河野です。はい、実は立て続けに、3連チャン撮っております。はい、これまとめてね、あのスーツケースといろいろとまとめて買ったのがありまして、これ今度クロックスのですね、約25センチのものを買ったんですよ。なんでか、これもね、あの実はね、出張がですね関係しておりまして、履き物がない。ほとんどね、現場仕事が多いんでね、最近はね、なんか知んないけど現場仕事が多いもんでさ、よっこいしょ、ちょっともうよそ行くときにこう履き物をね、いろいろ買うのがめんどくさい。なのでうん、合成樹脂、天然革、ちょっとおしゃれなやつ買いました。はい、この革をね、これ革貼ってんのかな、ここだけだね、革貼ってるのね、ここだけ。あとはこれ革貼ってんの、これ革風な加工してあるの、ここね、これいいんじゃないですか。普段の格好にね、いいと思います。これ履いてみようか。履き心地、おお、悪くない。足にぴったり。おお、いいんじゃない。痛い。腹筋痛い。よいしょ。いいんじゃないですかね、これね。うん、履き心地悪くなかったっすよ。うん。よいしょ。ちょっとかかとをこうしてきた。お、ぴったり入る。お、お。こんな感じで、ね、見えないね、ごめんなさい、見えないね、やめましょう。今回クロックス、M7 サイズ、足ちっちゃいんで、25センチしかないんで、私足がね、M7 サイズのクロックスでした。